オセアルベルト・アルファ・ロガッソは、ニカラグアのプロボクサー。元 WBA 世界ライト級王者。2004年2月28日、祖国ニカラグアで、初回個勝利で、プロデビューを飾る。2006年5月12日、空位の WBA フェデカリブスーパーライト級王座、決定戦に出場するが、10回判定で敗れる。2006年10月6日、 空位の WBA フェデセントロライト級王座決定戦に出場するがまたしても判定で敗れる。その後、ニカラグアでノンタイトル戦をいくつか行い、それらを小勝利で飾る。2007年7月13日、空位の WBA フェデボルライト級王座決定戦でロサノローレンスと対戦し、2回小勝ち、王座を獲得した。 2007年12月29日、ファンディアスのスーパー王座昇格に伴いグー位となっていた WBA 世界ライト級王座決定戦で、プラウェイとシンワンチャーと対戦し、判定勝ち。WBA 世界ライト級王座を獲得した。2008年5月19日、ディファー有明で小堀裕介に3回小負けを喫し、世界王座初防衛に失敗した。 2009年10月31日、WBC 世界ライト級暫定王座決定戦で、アントニオ・デ・マルコと対戦し、10回 TKO 負けで、王座獲得はならなかった。ありがとうございます。